打っちゃいます。で一応ステージとして演出をここがちょっと一つの経緯、もうちょっとあるものを利用した形で構成します。これで完成です。バラに合うような径を足していこうかなと。レンガで囲って中をちょっと叩きにする。フェンスとそれからちょっとパーゴラ風のやつを設置していきます。今まで通るだけポンツンと置いてあっただけだからポイントを作ろうかな。頑張り張ってちょっと化粧してここはエコグローブ打っちゃいます。で一応ステージとしていろいろと鉢を置いてもらったりちょっと演出をお客さんの方でしてくれればいいかなと思ってます。それであとここもちょっとつなぎで色合い的にちょっとつなぎでもエコグローブの叩きする形で、そうすればここがちょっと一つの経緯だったと思うんですけど、ここのなんか後でちょっと草取んなきゃいけないんだけど、ここはエコグローブを投げます。平板を枕木平板をちょっとバランスを見ます。1,2,3 でこっち流れるような感じで、この辺ぐらいですね。カビ石と同じように60センぐらいの間隔でこれは、ファンが砂利って目立っちゃうんで、枕木平板を差し込んでいくことによってこの砕石も逆に今度はバックとして溶け込んでくる。砕石自体が今度は化粧砂利のような雰囲気になってきますから、それをこう入れ込んでいくことによって随分ここの砕石自体に変化が出てきます。
主体の方、その色合いをちょっと、つけてあげようかなと。もうちょっと、あるものをというした形で、ちょっと構成します。ここはもう花壇という形でちょっとアクセントをつけて今断線としてるんで、あるものをモルタルでピッチリ押さえて自然石を、まあ、こういうものを用した形で絵柄を作る、まあ、ちょっと一個向こうともつなぎで花台を一つ設ければ向こうともつなぎができる。ちょっとね、取ってまた使えるやつと使わないやつは分けて、まあこのアジサイだけは、アジサイ周辺は取ってきますけど、結構マスが出てきました。ああ、だからね、マスをこう隠してたね、今までね、石だから、それで植物をいっぱい多分こう植えちゃったっつうか、周りね。それそこに据えるのに何か理由があるんですか？あ、ここちょっと植物をこっちに寄せようかなと、暴れるような植物ですね。で、土もこっちちょっと透き取った土も入れられるので。じゃあ奥が植栽地になるような感じなんですか？まあ植栽地っていうか、この辺もちょっと植えていくけど。別に全然色は変わってない。こういう石も使うと。お、ちょっとアクセントで。玄関前なんで、なんかあまり生えないような。これちょっとグラウンドの絵柄まっすぐ馴染むようなちょっと石で、今までちょっとまっすぐ気にしたら隠してます。植物で隠そうって柄をグラウンドにやっちゃえばそれほど。
見にすぎて。はい、これで完成です。とあとはあの花を、まあ、8台あの花は終わってバラとか終わってるんですけど、既存のやつが打ちとしてあの花台の上に鉢を置いて一応それで終わりです。はい、これで一応全体を完成しました。はい、今回はですね、できるだけあのちょっと短時間で作るということで、まあ、今まであの既存の地形をそのまま生かして、構成をそのまま生かした形でそこにポイントを入れることによって変化というあのリメイクの庭にしました。ちょっと色合いが正面がお隣の建物になってたんですけど、そこをちょっと目線を他の色合いで持ってきて来させることによって建物が気にならなくて、一応コンクリートウォールということで、そのあれもやはり白でちょっと強調して目線をあちらの方に持ってこさせるという感じで。そちらのアーチとかも将来的にはバラをってことですね。できればもう将来的にもバラが来れば結構雰囲気が良くなります。はい、で一番ちょっと難儀だったのが灯籠が、どうしてもちょっと灯籠が気になるんで、ツル系の植物を絡ませることによってちょっと灯籠の存在感を少し和らげるっていう感じで、だけどこれも結構一つのポイントになるんで、庭の中心となる一つの造形物になったと思います。あと今こうフェンスを見たんですけども、あのフェンスの効果というのが、まあ、ここを仕切りするのと、こちらにあるフェンスはバラが咲いた時に非常にあのバラが目立ってはっきりするので、バラの後ろにフェンスを設けました。はい、だからここは仕切りのフェンスでの意味合いのフェンスで、これはもう飾りフェンスで植物を引く
立たせるためのフェンスという感じです。はい。さあ、天気物次いますか。そういうものを入れることによって、いや、自体のリズム感がポイントを要所要所に設けたということです。まあ、ちょっと何もなかったところに、まあ、短時間でできるだけ一応作ったお庭です。もっとね、やろうと思えばいろいろとあると思うんですけど、まあ以上こういう形になりました。これで終了させていただきます。